国によって歌舞伎町なの。別に歌舞伎町、なんでそれ歌舞伎町で決まってんのかも俺謎すぎるんだけど。歌舞伎町のキャバ嬢と付き合ってるってみんなに噂でされてるよ。どっから出た噂なのそれ、意味が分かんない。いや、ファブリックの女の子から聞いたから絶対そう。なんで俺ファブリックの女の子で仲良くいないもん、アリちゃんぐらいしか。いや、私は聞いた。回ってるよね、ちゃん。知らないよ、回ってるでよ、別に。まあ、言わせるときはいいじゃん。だってそんなんだって、なんか何でもんじゃないぞ、大体。やっぱああいう巨乳が好きなんだ。何それ、誰か決まってんの？めっちゃ巨乳だ。何、誰？めっちゃ巨乳だ。見して、じゃあインスタ見して。いや、知らないよ。俺だってフォローはしてないじゃん。いいよ。それはフォローしないでしょ。いやー聞いちゃったからね。いや、なんでできたら言うでしょ、だって普通に言わないでしょ。こんな駅の端っこでする話じゃないって、うん、行こう。幽霊人多すぎ、みんなめっちゃ見てるよ。いいじゃん、なんかその辺のスタバとかですればいいじゃん。なんでこんな駅前スタバでする会話でもない。じゃあどこです、ここでは絶対ないけどね。巨乳歌舞伎町キャバ嬢と付き合ってして、アリちゃんなんで、アリちゃん嫌なの？こっちに耳に入ってきちゃったからなんか嫌だな。じゃあ耳に入ってきて嫌なの？なんで？なんかあんまりいい気しない。なんで？歌舞伎町だから。しかも巨乳。意味そんな巨乳持ってきたいし。そりゃさ、それ